よし、じゃあちょっとハデスが復活してるらしいから、このメグの代わりにね、ハデスにヘラクレスのこの戦いをやめさせろって言いに行くか。多分こっちよね、こっち行くっていう予定だったし。ハデスはこっちじゃない、あ、こっちじゃないんだ。ちょっと待って、よしたらどっちだ、あっちかな。あ、メグ逃げてきた方やけどな、あっち。とりあえず行ってみるか。こっちにいるのか。亡者の洞窟だって、絶対これハートレス出るじゃん。出ないの？うわ、ほら出ると思った。うわ、待って待って待って。なんか降ってきてんな。ちょ、待って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 。あ、でも、敵は弱いね。これ何これ？透き通るかけ。なんか出るとこれ。叩いたら。まあ、いいや、無視していくか。お、13機関がいる。追っかけよう追っかけよう。悪巧みしかしねえからないと。あー、危ねえ。ちょっと待って、戦うのもさ、いいけど、ちょっと上から岩が降ってくるからさ、それだけ注意していこうぜ。どっから降ってくるかわかんないんだけど。危ない危ない、ちょ、怖いな。あ、なんかこっち側行けるな。あ、これはビーストの世界出てきたちょっと強いやつだ。で、こっち側も行けるんだけど、こっち違う？こっち側、あえてまっすぐ進まないっていう手を取ってはみたいんだけど、ハートレスは出てくるよね。オッケー、お前は集中的にやってやる、めんどくさいから。オッケー、ちょっと自信なくなってきた。あ、つながってる説あるぞこれ。ワンチャンさっきの道とつながってんな、これ。ぐるっと回っただけか。じゃあこっち側戻って奥まで行っちゃうか。どんどん地下降りていけって感じなのかな。まあハデスって地下にいるイメージあるしな。こいつらは倒して、ほら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 、なんだ、なんか吠えてるだけだな。こいつら弱いんだよな。こっちはまだ行けないって感じっぽいから、こっち側から行くか。お、13機関だ。俺たちは退却だ。どういうこと。なんだ、逃げてったっぽいけど、なんかやばいやつ置いてったんじゃないの、もしかして。この本なんだろう。題名はアブセントシルエットだってさ。手を出さない方がいいよ、ここは冥界なんだから気をつけなきゃ。そうだな、罠かもしれないよな。え、そう言われたら触りたくなんだよな。よくわからない本だ。題名はアブセントシルエットらしい。13機関が逃げてたからな。ハデスいるか？最近は変な奴が増えたな、まったく。奴らと付き合うとろくなことはないぞ。誰かと喋ってる。ヘラクレスはどうするつもりなんだ？ピートだ。あんたが選んだ資格は誰もあいつを通しやしない。おかげで冥界の淵は亡者どもでいっぱいだ。たく、冥界に戦士を増やしたってどうしようもないだろうに。なるほど。冥界の戦士。使えるね。なんか思いついたっぽいぞ。まだ地下があるのか。薄気味悪いね、ここは。気持ちはわかるよ。ハデスどこだ。絶対あそこじゃん。亡者の谷だって。うわぁ、あそこどうやって行くんだ、高いな。で、また絶対ここら辺でハートレスが出てくると。ほら出てきた。お、見たことないハートレスだ。ほら、よいしょ、オッケー。なんかヘラクレスのワールドハートレス弱いぞ。簡単に倒せるやつが結構多いな。あ、こいつは強いんだけどね。おい、オッケー。倒せないわけではないんだけど、よいしょ、いてて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 。そう、この攻撃が強いんだよこいつの。ぐるぐる。まあでも倒れちゃったらこっちでもいいよ。オッケー、さっさと進もう。ここも出てくるんでしょどうせ。ほら出てきた。ほいほいほい、オッケー。あの花のハートレスはさ、結構回復落としてくれるから有料ハートレスだぞ。先に倒さない方がいいかな、もしかして。こっち倒すか。やばいやばいやばい。オッケー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 。あのぐるぐるしてる時近寄んないのがワンチャン手かもしれんな。オッケー。さてハデス様に
直談判しに行きましょう。嫌な匂いの花だな。冥界の牢獄につながっているのさ。極悪凶暴な罪人を呼び出すってわけだ。なるほど。ピート落とされんじゃないの？なるほど。何が出てくるんだ？さて罪人、早速契約といこうか。報酬は牢獄からの解放、つまりお前は自由の身だ。めっちゃ強そうなやつ出てきたけど。仕事はとっても簡単。コロシアムの試合でヒーローヘラクレスを倒すんだ。うわ、悪い顔してる。俺の物語だ。お前の出番などない。俺をコケにするのか。俺は死者の国の王だぞ。なるほど、死者が嘆く理由がわかる。お前はダメだ。早速ハデスと戦ってる。あ、ハデス、お前ら。お、手伝え。ハデスはワンでもめっちゃ強かったからな。勝てるかな。あ、やばい、やられてんじゃん。早速ハデスと戦うの。ちょ、待って、うわ、 HP めっちゃ多い。ちょ待てよ、危ない、やばい。なんだか変だよな。気づいた？その通り。冥界の呪いはヒーローもゼロにするパワーがある。なんだそのラップみたいの。お、助けに来てくれた。退却だ。俺たちハデスに話が。聞こえないな。ここではまともに戦え。俺に従え。ヒュドナルドとグーフィーもう引いてるわ。いや、ドッジロールないとさすがに勝てんしな。パーティーメンバーが変更になりました。アーロン、はいはいはい。じゃあちょっと今回は、グーフィーにしようか。オッケー。え、アーロンが味方になんだ。完全に敵キャラだと思ったのに。どうかな。お、来た。甘い甘い。出口までたどり着け。逃げるイベントかこれ。覚悟しな。オッケー、逃げまーす。ちょっと逃げるが勝ち。あー、逃げれ。くそ、戦わなきゃダメか。これハートレスを倒せばいいだけじゃないの。やばい、なんか攻撃されてる。危ない。ほいほい、ハートレスを先に倒す。グーフィー、ナイスグーフィー。ハデスの攻撃を回避してる。いいぞ。これで逃げればいいよ。多分俺を追ってくるでしょハデスは。オッケー。で次またここで透明なバリア出てくるんじゃないの。ほら出てきた。でハデス来る前に倒しちゃおう。この強いやつき、あー待って、ハデス来ちゃった。やばい。オッケー、なんか技使える。我流だって。いいんじゃない。はい。めっちゃ戦ってくれてる。これいったろ、さすがに。よしよし、あ、まだいる。生き残りがおった。待って、ほい、あ、ナイス。よし、道が開けた。これあとラスト1個じゃないか。やばい、追ってきてる。よし、ここがラストな。オッケー。ドライブがこれあれだな。あ、そっか、ドナルドいないから使えないって感じかな。あ、でもそんなことないと思うけど。待って、ハデス攻撃してばいちゃう。違う、普通にハートレスを倒せばいい。あー、違う、ハデスに向いてる。よし、いけ。こいつを倒せばあと雑魚だけ。こいつあと痛いでしょ。オッケー、こいつにマークして。また出てくんの。うわ、 HP 多いやつも出てきた。こいつ後ろからじゃダメなんよ。ほい。よし、オッケー、ブラスイング。あー、ホームラン。お前は絶対先に倒しとく。やばい、やばいかもしれん。あ、もう一回使える。いいじゃん。あのね、下に潜るハートレスいないからこれ全員倒せる説あるぞ。いいぞ。
これで行ってくれ。よし、もう行ったろ。さらば、ハデス。オッケー。お、触れない方がいいって言ってた本消えたね、今。おじさん強いよな。もしかしてヒーロー？何がヒーローなものか。俺はただの、アーロンだ。俺の名だ。俺はソラ。これも何かの縁だろう。ここを出るまでガードになってやる。ガード？いらないよそんなの。なんでこんな強そうな人がさ捕まってたんだろうね。しかもなんか極悪の牢獄みたいな人やな。せっかくだからこれ触れるんだったら触ってみるか。ああまだ触れないんだ。じゃあちょっとアーロンにだけ話しかけてから行くか。なるほど、冥界の呪いとやらが俺たちの力を奪っているわけか。お前たちも何かしら力が制御されているはずだ。そのことを忘れるね。はい、行きましょう。冥界にハートレスを放ってやったぞ。あいつらのことは俺に任せろよ。その代わりヘラクレスがハートレスになったら奴を俺の手下にするからな。俺の庭で勝手な真似をするな。これは俺のゲームだ。うわ、ケルベロスだ。やべえ、ケルベロスと戦う説出てきたな。まあ、こいつらは簡単なんだけどね。こいつがケルベロスだったらいいのに。ほらもう倒してる。普通に戻ればいいよね、きっと。うわー、この出口に出てきた。ナイスアーロン。いいぞ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 。やばい、俺正面からだと攻撃が当たんない。ほい、オッケー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 。フルスイングしたい。よし、あー倒しきれんかった。でもあと一発、オッケー。あいた、初めてぶつかった。気をつけないと、忘れてた。上から岩が降ってくるの。ここにも出てくるよね、さすがに。ちょっとしっかり倒してレベ上げしとかないと。多分ケルベロス戦が待ち構えてるからね。しっかりここら辺戦っていこうか。ほいほいほい、オッケー。あとはね、 HP が落ちる敵が出てこないと結構厳しくなってくるかもしれん。よいしょ、ほい。あーやばいやばいやばい、全然倒せない。頑張ってくれアーロン。俺ちょっとこのデブチン倒すから、そっち倒しといて。ほいほい、よし倒したよ。まだか、こいつ強いよな。ほらほらほら、よしオッケー。よし進んじゃおうぜ、岩に気をつけながら。まあでもあと、あーここにも出てきたか。入り口近いはず。でももう少しで、ほい。お前倒したらもうあと入り口行けるだろ。ほら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 、よしオッケー。うわ出てきた、まだいるのね。はいはいはい、いたいた。ワンちゃんに初めて噛まれた。よしフルスイング、あっち行け。でワンちゃん倒しておいて、よし。ワンちゃん意外と回復落としてくれんだよな。おお、なんか暴れてる暴れてる暴れてる。あでもアーロンも暴れてくれてる。いいよいいよいいよ、これやれるな。オッケー、じゃあ進んじゃおうぜ。早速、さすがにもう出てこないだろう。結構ハートレス倒したぞ。逃げ切れたかなこれで。あふっ、助けるラウセー。メグの頼み事もまだ終わってないのに。鍵、ここで絶対ケルベロス出てくるぞ。それで開くのか。うん、きっと。つえ、言わんこっちゃない、出てきた。開くか、キーブレードで。お、開いた。ワンチャン戦わなくてもいけるかも。なるほど、アーロンと2人で戦うのか。強いよなケルベロス。危ない、痛え。ほいほいほい、こいつね頭狙わなきゃいけないし。あ、ガリュー使えるね。オッケー、これでどんだけ削れるか鍵を。ほいほい、頑張れ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 。いいぞいいぞ、だいぶ削ってる。いけ神父、効くのか。
あんまり効いてない。うわー、まあ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 。大経典だな。よし。頭に乗りたいんだけど、乗れないか。後ろからじゃけ乗れないか。ほいほいほい。やばい。あ、でも、HP ゲージ1個は削ってんのか。これで、このまま殴り続けてみる。あ、まずいかも。ドッジロールないときついて。これ、ドッジロールないときついて。ないのか。キングダムハーツ2にはドッジロールというものがないのかな。まずいかも。よし。そのね、飛んだとき足元気をつけないと。オッケー。ラストゲージ、ラストゲージ。危ない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 。もう一回使えないか、ガリューとか。ほいほい。いい感じのタイミングでジャンプしとけば大丈夫かな。ああ、これは食らった。乗れないもんな、頭の上に。いて。よいしょ。やばい。いて。やばい、HP 半分しかない。こっち向け、頭。いいぞ、いいぞ、いいぞ。ほいほい。いける。よし。アーロン頼む。これで決めてくれ。連打連打連打。流星聖罰ってこれ交互に打てんだね。いいね、いいね。ああ、これじゃ倒しきれないかも。いけ。よし。あとミリアでも。いてー。落下地点にいちゃった。おお、ナイスアーロン。これで倒せる。オッケー。うん。ソラ意外と力持ちやな。待って、オッケー。かわす。倒しきれるか。ほい。よーし、かっこよく決まった。レベルも上がったし、ちょうどいいんじゃない?逃げろ逃げろ。ねえ、明日の試合は危険なんて無理よね。みんなヒーローの戦いぶりを楽しみにしているんだ。そんなことはできないよ。ありがとうメグ。でも僕は大丈夫。ヒーローヘラクレスは疲れ知らずさ。うん、ね、じゃあ。だいぶ疲れてるなヘラクレス。ソラ、頼んだわよ。ふう。あれ、アーロンどこだろう。あれ、アーロンいなくなったの。アーロンは強いから俺たちがいなくても心配ないよ。一度メグに会いに行こう。それから出直しだ。さあ、じゃあメグんとこ向かうか。申し訳ないな。メグの頼み事を達成できなかったもんな。でもこっちに戻れんのかな。これでヘラクレスの道に行けんのか。光の階段っぽいもんな。ハデスは不満げだな。小僧が持っているキーブレードはどんな鍵でも開けられるんだね。その通り。実はこの冥界にも立派なコロシアムがあるんだ。その恐ろしさに比べれば地上のなんか子供魂。それならそこでヘラクレスを戦わせればいいじゃねえか。ゼウスが封印しちまって。ちぃはそう、小僧から鍵を奪ってコロシアムの封印を解いてしまうのさ。いい考えだが、あの鍵は使い手を選ぶ。おまけに小僧はなかなか手ごわい。あの女を使ってやろうか。やべえ、メグ狙われた。こんな時に限ってメグは一人だし。わあ懐かしい、ここだよここ。オリンポスコロシアムといえばここね。ヘラクレスに会えるかな。わあ懐かしいね。じゃあ早速ちょっとヘラクレスに会いに行くか。だいぶ疲れてたかな。代わりに試合出てあげようよ。お、いたいたヘラクレス。ソラ、ドナルド、グーフィー、久しぶりだな。久しぶり。わあ、こんにちは。また旅をしてるのか。うん、ハートレス退場しながら友達探し。ヒーローの卵は忙しいな。まあね。それで友達はいたのかい。それはまだ
俺たちここに来てすぐ、メガ、俺たちある人と知り合ったんだ。その人を助けたくてさ、冥界行ってハデスを懲らしめてやりたいんだ。でも冥界の呪いのせいで力が出なくて。何かいい方法ない？冥界の呪いから身を守る石があるんだ。オリンポスの神々が冥界に行くときに使うお守りさ。それ俺たちも使える？もちろん。そうだ、僕がもらってきてあげるよ。やった、これで安心だね。でもオリンポスストーンがあってもハデスは手強いぞ。僕は試合があるから手伝えないし。強くなるにはトレーニングあるのみ。フィルのところへ行ってみなよ。久々にフィルにも会いたいしね。うん、それだ。